はい、クラチャンネルです。今日は中山ガーダムに来てみました。3ヶ月ぶりぐらいのバス釣りですが、釣れるのでしょうか。もうバス釣り忘れたぞ。スタート。さて、久々のバス釣り、最初はワイルドハンチから。プランク巻いて、おお、キャストできるじゃん。何度なのかな。8.9、9度もないのかよ。寒いね。もう魚の使い方もわかんない。約9度。寒いですね。ちょっとここ2日ぐらい冷えたからね。前の週の方が良かったよね。多分ね、こんだけ3ヶ月も釣りしてないじゃない。だから当たりも当たりもっていうかフッキングが怪しいんだよね。多分一発で決まらないような気がするな。あっってなっちゃいそうな気がするんだよね。寒いよ。顔の出てるところが、あ、これあの何、ワークマンのイージスですよ。お安い防寒着。YouTuber さんがなんかね、いっぱい CM 動画にしてます。あったかいよ。このあの安さでこんだけあったかければ十分だよね。まあ、中に着てるけど、あ、でも、もう着てるけどね。インナーさえちゃんとしとけば、これいい。で、いいようになったんですよ。僕、結構寒がりですからね。結構な。普通の人なら、そんな十分じゃないかな。俺でも中は着てるけど。水温変わらんかったな。下流方面に来ても。9度だった。ちょっと期待した私がアホでした。上流も9度、下流も9度。全体的に冷えたのか、それともこんな水温なのか、来てないからわからない。
ペ上げ。終了。